不活性ガス消火設備は、二酸化炭素などのガスで消火する設備で、電気室やサーバールーム、機械式駐車場などに設置されています。ガスの種類はいろいろありますが、ここでは二酸化炭素の不活性ガス消火設備を例に操作方法を説明します。まず、室外の入り口近くにある操作盤を開きます。 開くと室内のスピーカーから避難を促す音声が流れます火事です火事です消火剤を放出します危険ですので避難してくださいこの設備は二酸化炭素を放出するので室内に人がいると非常に危険です誰かいませんか誰かいませんか室内に逃げ遅れた人がいないことを確認してから起動ボタンを押します 二酸化炭素の不活性ガス消火設備の場合は起動ボタンを押してからガスが放出されるまでに20秒以上の待ち時間があります火事です火事です消火災を放出します危険ですので避難してくださいガスが放出されると室外の放出表示灯に立ち入り禁止の表示が出されます 誤って人が立ち入らないように周囲に知らせましょう。二酸化炭素消火設備を使用しました。近寄らないでください。消防隊が到着したら、不活性ガス消火設備が作動していることを伝えます。地下一階電気室で火災が発生しました。現在二酸化炭素消火設備を使用中です。わかりました。消防隊引き継ぎます。 もし、起動ボタンを押した後にガスの放出を止めたい場合には待ち時間の間に非常停止ボタンを押すことでガスの放出を止めることができます。